それでは8月2日金曜日、立川ゲームオスロー5号店ブレイブルークロノファンタズマランバとシングル戦始めたいと思います。盛り上がっていきましょう。イエーイ。それではスタートボタン押して始めてください。さあ今月も始まりました、ランバと。今週はシングルで27名を来てくださいました。ありがたいことです。で今日は結構珍しい方々もいらっしゃるので、まあその人たちの試合も楽しみにしておいてください。まず出てくるのはアブソルと言いたいウォーリーカズマ。アブソルさんはなんか聞いた話によるとユートの友達ということで、ユートがここまで引っ張ってくれたってことですね。ありがたい。で今のジャイアントでノーカードですが、まあカードなんてやっぱり関係ないんで見ていきましょう。はざまたイザヨイね、イザヨイ自体がそこまで多いわけじゃないですからね、なかなか見る機会の少ない対戦なんですが、まあ現実状況的には今イザヨイ側が相当カーマをいっぱい持ってるので、そろそろ勝負に蹴れるかなみたいな準備はできてるみたいな感じっぽいですが、テイテイと使ってここでイザヨイ特有のあのホバー中段ですね。これが強い。しかし後輩やりやりミスってしまったが、イレントツは使ってここはモードを戻して始まりに打っていく。ソニックセイバーはジャイオックに勝てるのか、まあ距離次第ってところっぽいですね。これはモードチェンジでやるやる、しっかり決めて、しかしかし大きくペイン、あんまりゲージがないので、こうなるとイザヨイも別に好き勝手できるわけではないというところですが、ここにクーナゲジャイアンツの方天地一気に狭間がり、体力リードは固まって思われます。さすがに実はしないと思いますが、これウロボロス掴んでしまってイザヨイがバスターはまだ諦めていない。そしてクーナゲ、こっから決めればといったところが、しかしゲージがなかったのでゲージ効果モードはやっぱり通常だとダメージが出にくいですかね。悩ましいところですな。さあ第2ラウンド、熱狂みたいなやつから手にしぐして、ここは早めに勝負をかけていく。ここに誰が攻めるか、まさかのロングで暴れていく。そしてぶん投げ、おしゃれ、普段からこれは細身が失敗して、イザヨイにターンが回る。ケーゼ使ってダメージを伸ばして、このモードをチェンジ。これは高い位置だったので、ノーマルの攻めが拾えると。うわー、いけた。なんと今は、よくわからない展開だが、とにかくイザヨイが相当今は美味しい思いをしたんでしょう。それに伝えば、天意、これは非常に握るぜ。さすがにいける。最後は吹雪みたいなやつ。断罪の時は終わりました。レボン3アクション。こっち危ない。じゃあ行きます。そうなるほど。まずは金投げ、風間が通したところが始まるが、これはダウンを奪えない。出てかこれはジャンガス使って対抗ずらす。これでイザヨイはモードチェンジからもう一回モードチェンジ、通常モードに戻って弾を溜めていく。弾がミートヒットで4個と一気に溜まっていく。さあ中盤、これはピンぐらいだったが勝手にはできず、クーナゲでモードチェンジ、そしてオーバードライブ。これは決めきれば残らない体力ですが、ここにしてしまってダスティスボーダー、非常に強力な技。あれはガードセッションから弾が待ってるとペインでなんどうとでもなるんでね、非常に便利な技なんですが、最後はガーショー逆でフィニッシュ。アブソル覆面、アブソル。さあ続いての試合はグランディアテイヤ対ノイマン人。グランディアさんは関西からの遠征勢ということで、今日は遠いところから立川までお越しくださいました。非常にありがたいことです。さあ陣対テイヤどうなるか、まあ、結局チリチリはするんでしょうが、これはまだ互いに決定打は出ていない。これは互いの攻撃で相打ちして、まだまだダメージ状況としては完全に五分。スパークボルト、これは早い段階で打っていく。
受けてみろ。じゃあシージャンシューから体育はしっかりガード。はぁ、威力の砕けろ。飛翔拳受けてみろ。どうしてテイラーとしてはまずはやはりジルクをつけたいところでしょう。それは近づいて一段はしっかりガード。 それはそしてタッチリでようやくジルクをつけるところでリフィオン。プロテギアがバーストって合計描かれた人はジンもバースト、スパークボルトはジャンプでかわして、さあニュートラル状態でパンチングでテイガー、ここしっかり直出してゲージを貯める。さあニュートラルでガンマッチ体制に入ってチャージ、バックステバーストスパークボルト、これは打ったまま打ち終わらずガード中継。ターンは手より回り、ようやくコンボでのダメージが入る。リアル刻んでジャンプディグレーンパニッシュ。この画面足どうする、タチリスイッチハンマー中段で、もうやはりここはゲージを使ってきたので切り返していく。なかなかやるな、なかなかやるな。さあテイガー側としてはここは完全に待ちの体勢でしょう。あと残り2カウントというのは逃げ切れるのか、投げが力抜けて一打は届かない。そしてタイムアップ、時間を目いっぱい使ってこのラウンドグランディアテイガーが取っていく。第2はどうタッチリタッチリ、あとこと振り回してるな。ジン、ここですげえ気まずい状況からレキオリティがコンパミスしまい、ドライバーで吸い込んでジャンケンポン、バックセー最大にタワーを狙っていた。タチシーからのコンボミス。やはりテイガーも単価が相当高い方なので、コンボミスってしまってもタチシー一発一発が結構重たいのって減ってますね。結構が中段崩してグレンパニッシュ、画面端へ残りジャリーバックステでレッグをすかしてコンボ決めて勝利、グランディアテイガーの。さあ続いての試合、ハッチシープラスに対水木カルル。レザー様の本気、面白いものどうなん、この組み合わせ。 The Wheel of Fate is turning。 この組み合わせはどうなんだろうな。ブラインダーさん、この組み合わせはどんなもんなんですか。お願い、このゲーム詳しくない。どのアイテムが使いやすいですか、プラチナとしては。猫、猫さえあれば戦える。なるほど、その組み合わせ。さあこれは画面星80プラチナ、ハイブルバーストキック。あー猫リャンボーが強い。さあ猫リャンボー非常に分布か分布か振り回してからの踏ん張りジャンプ。これをブターチで回避して面倒くさい状況、これハッピーマイカーで切り返していく。ああ、まあ、最初に当たる告知なんですが、8月3日明日ですね、第2回プラチナオフ開催されますので、全国のプラチナ使いの皆さんは八王子センターの方へ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。僕はプラチナ使いじゃないんで行かないです。さあ強化バットをチラチラ意識させつつの元気な攻めを見せている80プラチナ。ここは花火込み下段崩して、さあバットでお姉ちゃん思いっきりぶん殴られて体力が結構やばい状況だな。これは回復していく。ドランテは2段ジャンプ上回避、気まずい状況。まあ見先ながらの後ろに回ってメロディ外見切り返して中段クラッシュトリガー、ゲージがないのでまだどこよりはするでしょうが、やはり残り一つのあいつがうざい。さあ使い放題バッティングセンターホームラン。さあとんでもねえ状況になりましたが、ハッチバチャが OD をうまいこと使って勝利。まずプレゼント開幕打っていく、タッチタッチ中段中段というかカウンター。対空は取れなかったがここでミスカルの攻撃。さあ姉ちゃんでミサイルをかわしつつ立ち回っていくが、その対象としてやっぱりお姉ちゃん体力減っちゃいますからね。ベルベルベルさてジャンプ C がカウンターしちゃって、さあ大変どうすんのと。
俺はケツから残らないような気がするが、キュアボットタイム。お願い。まだまだワンチャンは残っているといったような感じ。爆弾とかで、あー出てしまった。スーパー強い、スーパー強い、スーパー強いプレゼントからのスーパープリプレゼント。おいておいての、すごい。お姉ちゃんもやばい。あーあー、もうもうもうあかん。さあいらね、いらね。あ、これどうしよう、どうしよう、どうしよう。いらね、いらねえけど知らね、どうしよう。あ、いらね。さあ大将のプレゼントが画面にまき散らかされていますが、88の勝利です。準備を。The Wheel of Fate is turning. Rebel One. 竹馬誠大。コンテンツは見えます。本当にすみませんでした。この力